ゲートに収まって係が離れて有馬記念スタートしました。おっと5番のジェラルディーナが遅れました。さあまずは13番タイトルホルダー横山和夫を押して押してコースを内に変えて飛び出していきました。これを追って15番のブレイクアップが2番手につけるか、外は16番ディープボンドも前へと行っています。そして14番ボッケリーにこれも先段、さらに内から10番ジャスティンパレスも積極的に前へと行って最初の4コーナーカーブ、その後ろに7番のエフフォーリアつけていきました。さあ4コーナーからホームストレートにかかります。その後は2馬身がいて2番の伊豆城の奇跡、その後ろは2馬身切れました。12番のポタジェホームストレートに入ってインコースに入った8番のウィンマイティ、中段に9番のイクイノックスでスタンド前坂を上がってきます。その後4番アリストテレス、11番ラストドラフト、この間に6番のベラーズール入って2馬身差おしまいから3投目、5番ジェラルディーナ外のおしまいから3投目、インコース3番ボルドグフーシュ、最後方は2馬身3馬身1番の赤糸です。さあ最初の 1000m ですが1分1秒2のペースで1コーナーカーブを回っていきました。今日も後続を引き連れて13番タイトルホルダー3馬身リードを取りました。15番のブレイクアップ2番手2コーナー回ります。インの3番手を取った10番ジャスティンパレス、外並んで16番ディープボンド3番手2頭、その直後に14番ボッケリーニです。そして1馬身差これらをやって7番のエフフォーリア、インコース2番の伊豆城の奇跡、外は12番のポタジェが並んでさらに外9番のイクイノックス、中段先頭まで7馬身ぐらい徐々にポジションを上げます。あとは11番ラストドラフト、8番ウィンマイティ、4番アリストテレス、そして6番のベラーズールが続いて2馬身差5番のジェラルディーナ、おしまいから3投目、残り800を切って3コーナーカーブ、2馬身がいて3番のボルドグフーシュ、おしまいから2投目、1番赤いと最後方から動きを見せます。さあ3、4コーナー中間、13番タイトルホルダー先頭で600を切って2馬身のリード、押して押して16番ディープボンドが差を詰めに入ります。その後1馬身インコース中盤のジャスティンパレスが3番手ですが、外から7番エフフォーリア、さらに9番のイクイノックスがスーッと進出していく。さあ第4コーナーカーブから直線コースに入りました。先頭は13番タイトルホルダー、タイトルホルダーをかわしてエフフォーリア、さらに外から一気に抜けるイクイノックス、イクイノックスが先頭で200を切りました。これを追って3番ボルドグフーシュが2番手に上がってさらに追い込む5番のジェラルディーナ、その内から2番の伊豆城の奇跡、先頭は快勝だ、イクイノックス圧勝でゴールイン、2着3番ボルドグフーシュ、5番のジェラルディーナ3着、2番伊豆城の奇跡大健闘4着か、そのうち7番のエフフォーリアと並んでいました。完璧なる競馬で現役最強を証明、天皇賞に続いて有馬記念と G1 連勝。